バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイはですね、バニラスカイ、間違えましたね、バニラ、バニラ、まあまあね、自分のラジオ番組をね、ちゃんと言えないではございますが、いつもね、まあそんなことはどうでもいいんですよ、今、このね、バニラスカイで皆さんにすごく嬉しい報告をさせていただきたいなと、まあ決意表明みたいな感じでございますけれどもね、まあそちらは後ほどということで、今夜も最後までイチャイチャ、ようことお付き合いくださいませ、よろしくお願いいたします。今夜ね、すごく嬉しいことにメッセージいただいております。お読みしたいと思います。ラジオネーム進撃のみーちゃんさん、はじめまして、こんばんは。先週沖縄に来たいと言っていましたが、その後のひふみーさんの番組ひふみーずバー、沖縄に訪れた際 FM ギノワンひふみーずバーにゲスト出演お待ちしていますと、パーソナリティのひふみーさん本人が言っていました。ぜひゲスト出演楽しみにしています。ありがとうございますね。えそうなんですよ、ひふみさんね、いつもね、あのそういうあったかいメッセージをいただいてね、私も絶対で、その時ね、あの娘のシノンも一緒にね出演してねっておっしゃっていただいてたので、家族で伺い、そうで生歌したいですね。もうバニラスカイからずっと生放送でねコラボ、いいな。もう来年夏までには絶対行きますんで、進撃のめいちゃんさんも楽しみにお待ちいただきたいです。お願いいたします。まあ、航空券今ね3月25日までは発売されているでしょ、次のタイミングでも買っちゃいます即なので皆さん、あのね、夏までにはようこ沖縄行きますので、その際はライブとかもねしたいのでね、あここでライブしたらとか、あと路上ライブもちょっとね、あこれは後ほど皆さんにね、はい、作戦の一つとしてご報告したいと思いますので、ぜひぜひお待ちください。では沖縄に行ったらね、もうね夏模様にこの歌を歌いたいなと思います。まず今夜の1曲目お聴きください。ようこで Believe。いただきました曲はようこで Believe でした。冒頭でですね、バニラスカイという発音にね噛みましたけれども、バーニーだってね今日本語のね発音してますが、VA バーっていうのはね本当は唇、下唇を噛んで発音すると、アメリカシアトルに行った時にねホストマザーのマーシーがね教えてくれました。なので日本人はバニラアイスって頼むと、アメリカの方ん何言ってんのみたいな顔本当にされましたし、そのうちね1回でねオーダーできるようになった時には、あ嬉しかったなっていうね、そういうねちょっと思い出があるんですけれども、まあとにかくね、何が言いたいかというと、ようこ、そろそろね、自分の曲の英語バージョンの歌詞もね仕上げなきゃいけないなと思っておりますが、
歌詞を作ったところでちゃんと歌えないといけないなって思うと、そこがね陽子の真面目なところでね、世界で認めてもらえるくらいのね、英語力、まあ、とにかく練習しなきゃいけないなと思っておりますが、まあ、来年ねとにかくね、とにかくですよどんだけとにかく言うねみたいなね、まあ頑張りましょう。でね、1月1日2023年も始まりますが、次の目標、月1新曲をアップすると。でまあアルバムになるのかどうなるのかちょっとねまだ分かりませんけれども、まあ発信はしたいですよね。でなおかつ、陽子皆さんに今夜は重大報告がございます。いつも東京ドームコンサートをするぞと言っていた陽子でございますが、いつやるんだと今年ですかって言われて、あの初めましての方とかねすごいね嬉しいんですよね。陽子さんすごい歌素敵でした、東京ドーム見てやるんですか、行きますとかね最近言われることが多くなりましたが、東京ドームそもそも抑えるための資金源どこにあるんだというここ笑うとこです皆さん。なのでね陽子、ちゃんと数字にして計画を立てました。陽子、40歳になるのは5年もないんですけれども4年半でございます。なので、23年は36、24年は37、25年が38、26年が39で2027年でございますね。2027年40歳になる前日抑えられたらいいなと、2027年4月7日39歳最後、30代最後の日でございますね陽子、皆さんにサンキューイヤーということで東京ドームコンサート一緒に音時間過ごしたいなと思っております。いかがでしょうか、パチパチ拍手をお願いいたします皆さん。なのでね、今月から土壌ライブ決行したいと思います。まず、月末東京を攻めます。それまでに許可とかいろいろ取れたら鹿児島の一番にぎわっている一番大きな駅、鹿児島中央駅で路上ライブねスタートさせて、とにかくこの4年半ぐらいで東京ドームコンサートできちゃったねっていう奇跡をね、奇跡というのはあのすごい叶ったみたいなそんなのじゃありません。奇跡というのはちゃんとたどるというね漢字を書く、自分でねちゃんと軌道に乗せて後をつけてという奇跡でね動いていきたいと思います。なので皆さん、今愛していただいている二十数曲の陽子のオリジナル曲歌うかもしれませんし、これから4年半新しい自分と出会っていくたびに届けたい音楽変わると思うのでそっちを歌うかもしれませんが、東京ドームコンサートやります、絶対やってみせます。なので引き続きお力添えよろしくお願いいたします。よろしいでしょうかねえ、もう陽子バンドの皆さんにも着々とオファーをしておりますよ。まあ楽しいですよね。でね、この間ね、私が観光 PR 大使を務めます多治見市の大脇市長にお会いした時に、市長もね、今度2023年1月22日でしたかね、市長選があるんですね。で、もう何度も現役で当選されていらっしゃるんですけれども、やっぱりね、市長のパワーってすごいんですよ、大脇市長。でね、私はその、なんていうのかな、こう特別だとは思わないんですけれども、努力ができる、まあ、天才さんっていう言葉をねじゃんけんマンと一緒に活動することで出会いましたけれども、天才であり続けるっていうそのね自分の芯の強さっていうのはもう誰にもどうもできない、もう自分自身にしかないわけですよね。なので私はうちの子供たちにとにかく努力し続けられるものに出会ってほしいと、でそういう自分を褒めてもらったり支えてあげれる自分も作ってほしいなと思いますね。そりゃ打ちひしがれたりとかね、なんていうのかな、こう理想が高いとかそういう次元じゃないんです。やっぱり乗り越えないといけない壁って自分にはないパワーを自分で作り上げるからすごいね力もいるし、だからいい意味で私はね母親であることで、他力本願になれて、自分のためだけに人って頑張ると絶対さリミットが来ますよね、限度が来る。だけど誰かのためにパワーを出すんだったらどんだけでも頑張れるっていうのを私は子供たちから得てますので、次の世代に残せる何かね面白い生き方をね
先輩方や、応援してくださる方々の力を借りて編み出していきたいなと思ってます。新しいアーティスト、これからのアーティストのやり方っていうのをね、何かこうモデルになるような、とにかくがむしゃらにつながるようにね、みんなで楽しく音時間過ごせていきたいなと思いますので、ぜひ2027年の4月7日東京ドーム、とにかくね抑えられるようにね、陽子11月から、かわいい募金箱作ってはい、皆さん陽子と一緒に夢追っかけましょうみたいなね何かいいネーミングつけた募金箱を作りますんで、ぜひ何卒お力添えよろしくお願いいたします。そして陽子、ここにも歌いに来いよみたいなね、お誘いいただけましたら、どこにでも歌いに行きますよ。なのでぜひぜひ、あ、ここで聞きたいって言ってください。お願いいたします。ではね、2曲目、今夜私この曲大好きなんです。曲も好きですが、歌詞がね自分の中では好きです。書いたの自分ですが、ではお聴きください。ヨーコで愛実。夢を見た名前を呼ぶ死なない声、穏やかな誰も愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前に、あなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢もなくすことの瞬き一つ、ほんの一瞬で光り続ける、光り続けてく、この胸の中にずっと、この胸の中聴きいただきました曲は陽子で愛実でした。11月19日今度の土曜日、鹿児島の繁華街、鹿児島市のね、天文館にありますセンテラス天文館という商業施設でビューティーフェスアットセンテラス天文館を開催いたします。時間は10時から朝の10時からね、夜の8時30分までになっております。ヨーコはそのイベントの中でもイベンター的にね、うちのバニラスカイミュージック関わらせていただくんですけれども、ヨーコは1時から今回初のトークショーミニライブということで、トークよりも歌う方が好きなんですけれども、3時30分からね、鹿児島拠点にね活動されております東郷さくらさんというシンガーソングライターの先輩がですね、トークショー、そしてライブをしてくださるんですけれども、まあ、彼女はねちょっとご病気をされた関係で、最近のライブがまあ本当ね、メッセージ性をもうすごく持ってらっしゃる、もう伝えたいことが自分がねあるからということで、まあ、ライブより歌うより話す方が長いんじゃないかというねお言葉があり、じゃあもうね、女性が自分らしく輝き続けるための美のお手伝いというもうイベントなので、お話メインで
歌ってもらえたらっていうことを快く引き受けてくださりまして、なのでまあじゃあヨークもね、最近シンガーソングライターママというね名前で活動してますので、まあヨークもね、うん、まあ、話したいこともねいろいろあるかなと、19日の自分じゃないとわからないんですけれどもね。で司会は、辻恵子さんというね鹿児島を代表する素晴らしい MC の方でございますね。ほんとね恵子さんの話を聞きたいぐらいなんですけれどもね。で、まあ、陽子はねいろんな方々とねその日ご一緒するんですけれども、ポーラ化粧品ポーラのあのエステの方とか、株式会社リンゴ社様はミラブルってねシャワーヘッドも大人気ですね。ティーンエイジャーに結構ねあのニキビが改善されるとかすごいね人気らしいですよ。であとは垂水市の千本院長がね綺麗な、ちょうど11月19日スタートなんです。千本院長ってもう有名なね観光スポットございますが、そちらがスタートの日なので PR にいらしていただけたりとかね、初夏の竹丸沙織さんもパフォーマンスをされます。お母様はね絵画をされるのでそういうアーティストさんとかで、あとはね、先ほどもお伝えしましたが東郷さくらさんのライブでしょ、ヨーコもまあ歌います。で他にもねパーソナルカラーご存知ですか、あの自分に合った色をね、でこの色を使うとこういう印象を持たれますよとかいうねあのご案内とかレクチャーしてくださる桃色物語さん、とかね、でもいろんな方がねこう出演してくださるんですけれども、木の和装学園さんは着付け教室のもう全国だけでなく世界にね展開されている着付け教室でございますが、ヨーコもね着物オードというブランドの方をモデルさせていただいたご縁で、今回ねあのあ女性のって考えた時にやっぱり日本の美しさお着物だな、そうだって、そのなんていうの自分が知ってね着付けてでまた自分の生活に潤いが出るってもうぴったりじゃんと思ってお声掛けさせていただいたところ、心よくねご出展してくださることになりまして、とにかく木の和装学園さんでねお着物着付け体験楽しくされてみていかがでしょうか。ではではそんな感じで皆さんと楽しくお待ちしております。あ、キッチンカーの春さんもねスムージーだったり女性にとっても人気なご飯でね会場を満たしてくださいますので、ぜひ遊びにいらしてください。お願いいたします。では今夜の最後の一曲、ほんと世界平和を祈る、もう戦争がどうのこうのとかも見たくないですよね。ねえほんと生きているだけでね、まあでも受けたっていう言葉もあるように、生きていることってどんなに感謝しきれないことなのかって分かってほしいなと思いますよね。ではでは当たり前でないこの世界が本当に平和になりますように、そんな願いを込めてヨーコでキス&ハグ。どこを切り取っても隙がいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you、 ずっとずっとそばにいよう、争いごとや傷つけ合う世界で相変わらず幸せな
君と僕のカレンダー、今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう、みんなが幸せでありますように。愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら、みんなの思い集めて届けるよ、次の世界へ今一つになろう。この広い星の中に愛を伝えたい君がいる。何があっても心は抱きしめ合っているから、いつかこの日々が思い出になる時も、愛言葉は僕の中で生き続ける、変わらない。 I love you、 ずっとずっとそばにいよう、愛しくてたまらない、守り抜きたいよ、特別いつも。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエストを大募集しています。宛先は797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com、 バニラスカイ宛てにお願いいたします。じゃんけんマンカタールに行ってますね。じゃんけんマンというのは鹿児島を代表する、世界をもうねハッピーにしてくれる生身のゆるキャラヒーローでございます。ジャンケンマンの彼のミュージックビデオも撮影を終えまして、残すところね、もう1月発信するとおっしゃってたので、その発信を待つのみになっているんですけれども、本当ね彼と動いた制作期間中よ、子供たちの笑顔あふれていました。ヨーコもジャンケンマンになりたいなと思いましたけれども、ヨーコはねイッシーの曲とヨーコの歌詞で彼の活動を盛り上げられたらなと思って動いてますので、ぜひ新曲の方もお楽しみに。そして何より、私は家に天使がいっぱいおります。皆さんね、天使と過ごすクリスマスいかが過ごされたいですか？ぜひぜひメッセージで教えてください。だって次の放送はクリスマスイブ1ヶ月前になりますよ。ヨーコね、ありがたいことに12月23日、ウィッキーズハウスというね鹿児島のライブハウスで、レコ発兼ねたクリスマスライブバンドでさせていただきます。24日は、鹿児島で一番高級なんじゃないかというクラブで、真由美さんのピアノと一緒に、ね、そうクラブルッソというね、ほんとね高級クラブなんですけれども、綺麗なお姉さんたちが夜ね美しく輝いていらっしゃるお手伝いということで、24日イブ歌わせていただきますよ。で、25日は
これはねまた鹿児島クリスマスマーケット出演なんでございますけれども、まあ、12月その3日間だけじゃなくてね結構いろんなところで歌わせていただきますので土壌ライブも合わせて SNS チェックお願いいたします。皆さん今週1週間もという前にようこのね SNS ねそう YOKO ようこ鹿児島でね検索いただきますとホームページ筆頭にいろいろヒットしますんでぜひチャンネル登録やらフォローやらお願いいたします。ではではお別れしたくないですけれども皆さん今週1週間もめちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。お願いいたします。ようこもハッピーそしてパワフルにとにかくパワフルに過ごしたいなと思います。風邪ひかないでね感染症対策もバッチリしてね。ではでは皆さんの平和と幸せ願ってせーのバイバイハッピー。